飯塚バスターミナル、飯塚バスターミナルとは、福岡県飯塚市にあるバスターミナルである。西日本鉄道から分社化された西鉄バス地区法が運営している。飯塚市の中心部に立地しており、地区法南部の飯塚市内各地、釜市、加方郡桂川町などへ向かう路線バスが発着している。当ターミナルから福岡市や田川市などへ向かう特急バス路線もある。 旧バスセンター、現、バスターミナルともに、西向きの一方通行であるため、東に向かうバスは一部を除き、バスターミナル建物内には入らず、バスターミナルの東向かいの、空いた運前に設けられた、飯塚、空いた運前バス停に発着する。現在の建物は2015年7月に開業した、もので、1階をバスターミナル、2から4階を飯塚市会館。 休日や環球館センターなどの医療関連施設、5階から上を西鉄が運営するマンションとした複合ビル、サンメディラックイ塚ズカの一部として入居しており、この開業に合わせ正式名称を西鉄イ塚ズカバスターミナルに改称した。旧イ塚ズカバスセンター仙台の建物は1966年11月1日に、竣工したもので、1階部分にバスが発着し、上層階に、 商業施設、飯塚西鉄名店街があった。飯塚西鉄名店街は1988年10月からは若者向けにリニューアルされたエマックス飯塚となったが、1996年5月のジャスコ飯塚店閉鎖をはじめとする市街地の空洞化により客足が激減し1998年3月に閉鎖された。2013年9月に それまでの飯塚バスセンターを解体し、バスセンターを新築中のため道路上に臨時バス停を設置していた。これは、近隣商業施設の空き店舗化が進行している、ことから西鉄及び地権者で、バスセンター周辺部の再開発に着手しているもので、2013年1月23日に、吉原町一番地区再開発組合を設立した。飯塚市の中心市街地に位置しているが、 JR 新飯塚駅、飯塚駅からは少し離れている。ありがとうございます。